こんにちは。こんにちは。さあ、ちなみに今日何するんですか、はい、あるんですよね、なんかやりたいことがあるんですよ、うん、ちょっともう何も言わずにこちら見てください。パソコン、パソコン、まあ、袴田さん今映ってますけど、はい、いいですか、はい、じゃあ再生しますよ。はい、はい、皆さんこんにちは。出張袴田チャンネル、はい、今日は袴田チャンネル。出張ロッテのユニフォームを着ております。今日はなんと千葉ロッテさんのイベントで、うん、私今ゾゾマリンスタジアムにお邪魔してるんですよ。言ってたね。ちょっと、はい、私早くゾゾマリンに来させていただきました。というのもですね、せっかくゾゾに来るんだからロッテファンがめちゃくちゃいるわけじゃないですか。この際ちょっとみんな里崎さんのことをどう思ってるのかな、まあ、もしくは里崎チャンネルのことどう思ってるのかなっていうのを聞くいい機会だと思うんですよね。ということでちょっと聞いてこようと思うんですよ。ただ私的にはいい言葉が別にたくさん欲しいわけじゃないんですよ。いやね、気配切りはあれは絶対私の勝利でしたよ。多分絶対、まあ今のところね、佐藤さんの負けず嫌い精神に負けてるので、今回はできれば佐藤さんの悪口を引き出したいなと思います。出てきて、待て、あの、なんでさ、そのピンポン、ちょっと待てっていう、そのピンポンだってありました。ちょっと待てっていう、いつの間に出てきたのか、ピンポン。嬉しそうに、何、俺の悪口聞きに行くみたいな、何この企画、面白くないですかこれ、はい、今日はだから佐藤さんの悪口を佐藤さんに聞かせようっていう企画ですよ。いるかそんなの。え、聞きたくないですか、みんながどう思ってるか。まあ聞きたいけどね。そうですよね、うん、え、でご自身ではどう思われてると思います。ロッテファンでしょ。はい、ロッテファン。それはまあ、あの、ゴブゴブでいい話もあれば悪い話もあるんだよね。おー、覚悟できてます。覚悟、はい、まあ、別に、あの、何とも思わないけどね、何言われても。いや、そう、佐藤さん別に何言われてもなんか別にってもう言って、あの、逆に、こう顔見とく、誰だ悪口言ってんの。そうだ。いや、じゃあ、まあ、どんなこと言ってるのか、そう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 、聞いてください。あ、そうそう、はい、じゃあ、はい、行きましょう。あ、みんな大好きかな、ロッテファンからしたらスターですね。スターじゃないですか。そうだよね。まあね、この際いい機会じゃないですか、ロッテファンとたくさんお話できるということなので、あの、ちゃんと球団の方にも許可を取って、あの、インタビューさせていただけることになりましたので、ちょっと行ってこようと思います。では、うーん、楽しそうでしょ。めっちゃ楽しそう。ということで、めっちゃ天気良かったんですよ。3時頃なので、あの、まだまだそのファンの方ちらほらなんですけど、それでもね、この時間から来てるファンの方いるのでお話聞いていこうと思います。すみません、こんにちは。こんにちは。里崎チャンネルって見たことありますか？あります。里崎チャンネル、どうですか？こう、我々が思っていることを、はい、里崎さんストレートに言ってくれるので、そうそうそうっていうことがよくあります。なるほど。あの、ちなみに、はい、里崎言い過ぎだろうみたいな、なんかちょっとこう、ちょっと待て。何ですか？めっちゃいいコメント言ってるのに、何あえて煽りに言ってるの？いや、なんかまだかしこまっちゃってて、うん、いいコメントしか出てこないわけですよ。まだちょっとそう思ってるからね、そうやって。いや、だからもうちょっとなんかあるだろうと思ったから、なんかこう誘導尋問だよね。いや、でもやっぱ自分から悪口言う人っていないじゃないですか。なんとかだよねって言わないと言わないじゃないですか。ちょっとつっついてみた感じですよ。まあ、そうなんですか、はい、じゃあ、まあ、聞いてくださいよ。はい、思うことないですかね。いや、これ関係者が聞いてるとまずいんじゃないのっていうのは時々あるんですけど、でもファン心理からすると、はい、その通りっていうことが。ちなみに里崎さんってファンの皆さんからにとったらこうどういう存在なんですか？僕はアイドルだと思ってますね。アイドル。ちょっと待てい。何止めるとこちゃうよね今。アイドル。もうめっちゃ突っ込みたかったですよ私これ。いいよ。アイドル。いいよ、最高や。いや、なんかスターとかだったらまだ言わされますよ、うん、アイドルってなんやねんと思って。最初ね、アイドルっていうのは自分で言うことじゃないよ、やっぱりこうね、第三者が言うことだから、そう思ってんだからね、素晴らしいよね。いや、ここですごい突っ込みたかったです私は。なんてよ、アイドルって。いや、浜田さんまだ上がってないよ、俺らも感じが。アイドルだから。いや、まあ、佐藤さんは現役時代にこうロッテをガーって応援してたわけじゃないので、うんうん、そのアイドル具合がよく分かってないです。あー、俺アイドル。引退試合歌ってますね。なんてったってアイドル。はい、次行きましょう。はい、歌えるし、はい、うん、歌えるし、まあ、ヒーローですね。あー、そうですか。はい、里崎京ですか？もちろんです。来ました、里崎京、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、こんにちは。京です。普段で里崎さんの物言いとかってどうですか？いや、俺別に里崎さん大好きだし、
あの、だって佐藤さんが言っていることは大体見当つくかなっていうのは。じゃあ、佐藤崎京ですか。佐藤崎京ですね。おぉ佐藤崎京これあるじゃん。人生佐藤さんですか。すいません。あ、じゃあ、あの、ちょっとあのロッテファンの方ですか。大ファン、ロッテファンと、あと枠員も好きです。あ、本当ですか。今日ワンポイントで1回いる。枠員と欲しい。ワンポイントちょっと入れてますんで、今日ちょっと楽天入ってますね。ジージー佐藤です。佐藤崎さんの、はい、ちょっとこの言いたいことを聞いてみようっていう企画なんですけど、はい、何か佐藤崎さんに対して言いたいことってないですか。いつ黙ってるんですかっていう。喋ってない時はあるんでしょうかっていうのをご質問したいですね。はい、ちょっと聞いてみます。その佐藤崎さんの悪いところとか、これはこう直した方がいいよとか、もうなんか物申したいこととかがあればぜひ教えてください。ないんですけど、やっぱあの人はそういう世間の目とかを気にしたらおしまいだと思いますんで、はい、今のスタイル、ストロングスタイルを貫いてほしいです。佐藤崎智也には。じゃあ、あの直したとき時には謙虚さが欲しいですけどね。強いて言えばですよ、はい、強いて言えばね、時にはね、佐藤さん謙虚ですよ、やっぱりもうちょっと、はい、実るほどね、謙虚に媚を垂れましょう、お願いします。そうですね、はい、ありがとうございます。こちらこそ。トマティジジイ、お前何言ってんだよ。いや、もう出てくださったんですよ。しかもお前昨日も仕事一緒やったのに何も言ってなかったの。このこと。いや、でもね、でもやっぱ佐藤さんのことなんかこう、いや、言うこと何もないって言ってましたよ。ジジイもさ、説教だからね。もう入信してるから。そうなんですか。ジジイも、ほんとほんと。まあでもね、ジジイさんがおっしゃってたように、本当にずっと喋ってますもんね。うん、でも家では黙ってるよ。あ、そうなんですか。うん、俺外で俺が喋ってない時っていうのは俺が怒ってる時だからね。そうなんですか。黙ってたらまずいって思った方がいいですね。そうそうそう、黙ってたら、はい、まあ、よっぽど違うこと考えてるか、はい、何かにイラついてるか、どっちかと思う。あ、確かにイライが出しそうですもんね。そういう顔してそうだと思う。いや、ジジさんありがとうございます。ジジありがとうね。ありがとうございます。よろしくお願いします。佐藤崎チャンネル。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。佐藤崎チャンネルって見たことありますか。はい、よく見て、毎回楽しく見させていただいております。ありがとうございます。佐藤崎チャンネルどうですか。いつも見ていただいて、岡村さんと佐藤崎さん の2人 の話の掛け合いが非常に絶妙な面白さで、いいコンビだなっていう風に見ております。めちゃくちゃいい子なんです。それは嬉しいです。ありがとうございます。ちなみになんですが、はい、佐藤崎さんにちょっとここ直してほしいなとか、ちょっと物申したいというか、言いたいことって何かないですか。あー、どうですかね、佐藤崎さん、はい、僕は全然結構選手にズバズバ言うタイプ、はい、面白いかなと思うんですけど、まあ、ズバズバ言うとどうなんでしょうね。他の方は意外と、結構女性の方とか意外とピュアな方多いので、はい、意外と気にされるのが多いのかなって思ったりとかは、意外と結構ズバズバ、僕は結構好きなんですけど、はい、選手ちょっと僕は厳しめなので、はい、あ、そうなんですね。確かにね、ちょっと女性からしたら言い過ぎかもって思う方いるかもしれないですよね、はい、でもそれは里崎さんなりの、僕からすれば叱咤激励っていう意味で頑張れっていう、やっぱ期待してない選手に。マジ素晴らしいね。いや、もう彼素晴らしすぎて、うん、聞いてて私も感動しました。いろんな言葉の選び方、チョイスとか、素晴らしいね、配慮とか、素晴らしいんですよ。ご両親もね、やっぱしっかり育てたんでしょうね。本当そうですね。素晴らしいね。かなり里崎さん好きですよ、この方。ちょっと続き行きましょう。はい、こういった厳しいことは言わないと思いますので。なるほど、はい、里崎さんのことは好きですか。はい、もう自分、ちっちゃい頃から、まあ、ロッテの応援をしておりまして、その時のもう聖母子ということで、学校の聖母子に残ってるのは、まあ、里崎さんのチャンネルでも言ってたんですけれども、2005年のプレーオフ第5戦目、真原投手から打った逆転の2点タイムリーヒット、もう本当に感動して、家族でもう大喜びしたっていうのが非常に思い出で、もうロッテのヒーローだなと思ってます。あ、ロッテのヒーローということは里崎京ですか。はい、ありがとうございます。すごい素敵なコメントいただきましたね。素晴らしいね。すごい、浜田さん、全然悪口出てないですね。出てこないですね、これ。え、皆さん、ちょ、待て、何これ、ミーティング。この企画の趣旨はですよ、今いいコメントしか出てないですけど、悪口を引き出そうって企画ですから。今のミーティングいらんやん。いや、まあスタッフが言ってきたんで。悪意しか感じない。全然出てこないですね。気分良かったのに。
無理やり、まあ、ちょっと女性には厳しすぎるとか、まあ、球団の方はどう思うだろうって言うけど、でも結局みんな里崎さんのこと好きなんですよね。里崎この野郎みたいな人いないですかね。もうちょっと探しましょう。これライオンズ行ってみます。あ、ライオンズ行きましょう。敵から見た里さん、うん、いい、そうしましょう、そうしましょう。すみません、こんにちは。聞いてみたいなと思うんですが、何かありますか。今はいろいろね言ってくれるから、すごい好感が持ってる感じがします。今は結構今そのチャンネル見てるんですけど、ありがとうございます。ファンが思ってることもちゃんと言ってくれてるんで、結構納得して聞いてます。結構ズバズバ言ってくれるんですけど、まとめてると思います。なるほど。言っててもまとめてるからいいだろうと。そうですね、はい、なるほど。里崎さんのことはお好きですか。今は好きですね。今は結構解説とか結構見てると結構面白いなと思います。ありがとうございます。ちょっと待てい、好きって言われてましたけど、今は好きって言われてましたからね。それはまあ現役だよね、敵だから。俺結構西武に2010年の時もとても刺すホームランとか打ってるし、はい、ああ結構西武から打ってるわけですね。そうそうそう、だから、うん、でも現役の時は憎たらしい思いがあったのかもわかんないですけど、はい、うん、今はやっぱ解説やって、はい、今を好いてくれてんの、いや嬉しいですね。女性からもね、あんまりこう悪い意見出てこないですね。あ、しかもね、うん、西武ファンですからね。そうなんですよ。ここからちょっとライオンズファンなんで、はい、ありがたいですね。いきます。こんにちは。里崎チャンネルは見てくださったことは。あ、見てます。ありがとうございます。ということは里崎さんが現役の時も。あ、そうですね、見てましたね。見てました、はい、あのクライマックスシリーズで長田さんがホームランを打った時は現地にいたので、その時を見てました。あ、そうなんですね。里崎卿ですか。深間田さんと里崎さんだったら里崎卿かなっていう感じ。ちょっと待てい。私これ里崎さんの悪口聞きに行ってるんですよ。なんで私が落とされないといけないのっていう。ちょっとスタッフなんでここ使うんですか。ちょっとツッコミどころ満載じゃないですか。切ってくれてると思ったのに。いやいや、だって事実だから、事実を伝えるのがこの里崎チャンネルだから。嘘つけないです。うん、そう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 。しかも面と向かって言われてるからね。本当ですよね。女性に向かって。でも仕方ないよ、愛が強いの俺に対する。ちょっとね、次もう。ここでは負けましたか。負けましたね。今日は里崎さんに勝とうっていうコンセプトなんですけどね。すいません。いやいや大丈夫です。これからも正直ですね。ありがとうございます。正直ですよ。こんにちは。こんにちは。すみません、里崎チャンネルって見たことありますか。はい、見てますよ。いつからロッテお好きなんですか。何ですか。2004年とか3年とかそんぐらいですかね。じゃあもう結構長くですね、はい。ちなみに里崎チャンネルを見てて思うことって何かありますか。はい、里崎さんに興奮しすぎですね。まずあの引き笑いがちょっと興奮しすぎですね。それは どうですか。ちょっともうちょっと抑えた方がいいな。あれですね、イヤホンで聞いてるときに響くんですよ。電車の中とかイヤホンとかで聞いてるじゃないですか。でなるじゃないですか。ボリューム下げます。なるほど、ちょっとボリュームを下げてほしい。はい、はい、ちなみに里崎さんのことは好きですか。愛してます。ちょっと待てい。いや押すとこちゃうやん。愛してるって言われてますよ。いや嬉しいですね。え、もう そんな愛されてるんですか里崎さん。まあ見たいですね。ちょっとこの方からは、うん、もうちょっとなんか出てくると思ったんですよ、はい、そしたらちょっと愛してるって言ってきたんで、はい、もう私もびっくりですよ。いやもうそれは仕方ないですね。いや嬉しいですよね。どうですか、僕の気分を上げてくれる。いやいや、ちょまだわかんない。ちょっとまだわかんない。ああ、はい、が好きですか。ぽっちゃりしててもう大好き。里崎卿ですね。そうですね、はい、引退試合もちゃんと見に来てますからね。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。はい、ということで、という動画でした。いや素晴らしいですね。赤間さんいい仕事をしますね。もっと佐藤さんを苦しめてやろうと思いで行ったのに、はい、いい気分にさせてしまうっていう。そうですね。もうなんて優秀なんでしょうね私は。うん、素晴らしいアシスタントとしてはね。しかも私だけ落とされてるっていうね。そう、面と向かってね。そう、大丈夫ですって身長穏やかじゃないのにね。お前と。すごい正
直な方でした。いやでもね、やっぱ愛が伝わっててよかったですよ。いや結構その、まあ、佐藤さんってもちろんヒーローなんだろうなっていうのは知ってましたよ、でも改めて聞くと全くそのなんか言い過ぎだとかね、そういうコメントとかもなく、いや僕たちの本当にヒーローですっていうコメントしか出てこないんで、複雑でした。複雑自信になります。いやでもすごい本当に愛されてるんだ。ありがたいですね。まあね、いろんな方もね本当ご協力いただいてありがとうございます。ありがとうございます。でも高田さん、今の動画、やってたこと、僕知ってました。え、何ですか？マリンでしょ、庭ですよ、僕の、もう、すぐに情報入ってきて、え、どっからですか？内緒でやってたのに。もうすぐ入ってきて、え、球団が、あれ、佐藤さん、いやいや、球団はしてないです。3時ぐらいからやってたんでしょ、もうあの4時前にはもう知ってたよ、俺。本当ですか？で俺も袴田さんのやつ聞きに行こうかな。いや、怖い。どこで聞くんですか？あ、イーグルスのところで聞いてくださいね、そしたら。いやいや、マリンで。でも、分かったことがあります。何ですか？マリンズファンの方は優しかったんで、私のことも悪くは言わないはず。マリンズファンの方はすごくいい方々ですからね。ね、いいですよ、聞いても。いいですか？いいですよ。この方知ってますかっていう風に行くわ、俺。いやだ、それ怖い。知らない、知らない、知らない。それやめてください。なんで？あの1位でしょ。1位、でもそうで、みんな里崎チャンネル見てましたもんね。いや、ありがたいですね。ありがたいですね、そういった意味ではね。歌知ってくれてるはずだ。で今度どっかで、逆パターン、じゃあいきます、東京ドームとかね、楽しみにしてます、ちょっと怖いけど、その時は皆さんぜひご協力してください、ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました、ありがとうございました。